ホンダベルの店は日本において1978年から2006年まで存在したホンダの自動車ディーラーモーである。イメージカラーは緑、キャッチコピーは車が個性になる。で、スポーティーカーや SUV を先売車種としていた。第2世代のテンポレープレリュードの発売に合わせて誕生した新規の販売チャンネルで現在のホンダカーズ店へ移行前の Q3 チャンネル中。 設立は一早い1978年11月である。当初のシンボルマークは、ベルノのボルトをデザイン化し、V の左半分を赤で、右半分を3本のラインを緑で表していた。その後、プリモ店の P、クリオ店の C を表す元となった。販売店の責任において、積極的かつ効果的に製品の販売活動を行う、販売責任地域という考え方を、 ホンダディーラーで初めて導入し、それまでの召喚集であった販売店周辺をテリトリーとする訪問販売をやめ、店頭販売とした。2006年3月1日よりた系列のプリモ店、クリオ店と共に全店全車主兵売へと移行。それまでプリモ店独占だった軽自動車の取り扱いも始め、同年7月13日をもって販売網の統一名称。 ホンダカーズ店へ移行した。すべて3系列併売。AB ホンダ国内4輪新販売チャンネル施策と、アキュラブランド導入を発表。ホンダ公式サイト2005年12月14日。ホンダ会社案内会社概要ホンダの、グローバル展開、日本アーカイブド2006年7月4日。アットザウェイバックマシン。ホンダ公式サイト、ホンダベルの店のシンボルマークテーマカラーを決定。 ホンダ技研工業プレスインフォメーション2018年3月31日閲覧4輪車の販売体制づくり19666ページ理想的な販売網の構築へホンダ技研工業語り継ぎたいことチャレンジの50年ホンダのチャレンジングスピリット2018年3月31日閲覧ありがとうございます